はい、こんにちは、かけべろです。今日はキリンさんのメッツのコーラなんですけれども、なんかよくわかんないですけど特保のコーラということで、特定保健用食品のコーラ、ちょっと珍しいですよね。糖質ゼロでカロリーの方は5から15キロカロリー、どういうことなんでしょうか、ということなんですけれども、それでは原材料名の方チェックしてみたいと思います。こちら難消化性デキストリン、食物繊維入りということなんですけれども、あとはカラメル色素、香料、酸味料、甘味料、甘味料はこちらの方いろいろ入っているみたいです。その特保の説明なんですけれども、キリンメッツコーラは糖類ゼロで、キレのある、すみません噛んでしまいました、すっきりとした味わい、脂肪の多い食事をするときなどにおすすめの特保のコーラということなんですけれども、ここに1日1回摂取量の目安とか書いてあります。何でしょうね。それではお味の方チェックしてみたいと思います。ちょっとですね、冷蔵庫から取るとき落としちゃったんで、やばいんですよ。大丈夫ですね。はい、中身の方なんですけれども、そうですね、炭酸がめちゃめちゃ多い、落としたからでしょうか、なんかごっついこと炭酸出てるんですけど、すごいですよね。それではお味の方チェックしてみたいと思います。普通にコーラですよね。カロリーオフの、ペプシさんとかコカコーラさんのコーラと似たような味がいたします。で、炭酸がちょっとですね、落としたからなんでしょうか、かなり強いです。ものすごい炭酸で、ね、顔にかかるぐらいコーラが跳ね上がってくるんですけど、ちょっともう一回チェックしてみます。あ、そうですね、炭酸がかなり強めっていう印象でしょうか。それ以外は特には何もないんですけど、お腹がちょっと張ってきますよね、こんだけ炭酸強ければ。食事と一緒に取るっていうのもちょっと難しいかもしれないですね、その炭酸が強すぎて。ダイエットに向いているんでしょうか、よくわかんないんですけど、すみません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。